そういえば、アイドルはお決まりの挨拶も必要じゃよな。あれでファンがどっと盛り上がるからな。おい、平民どもひでふせい、わしが天下人の豊臣秀吉じゃ。どうじゃ。いや、かなり偉そうじゃな。なんかもっとポップで可愛いやつはないのか。尾張が生んだ天下人、大阪城でおなじみの秀吉です。信長殿からは猿って呼ばれてました。みんなで一緒に天下統一しちゃいましょう。おー、まあ突っ込みどころは多いが、まあなかなか良かったんじゃないか。